はい、こんにちは、ヒロリンです。てことですね、今日も多重人格彼女をやっていきたいと思うんですけど、で前回はですね、エリカとお別れをして、マナミと、まあまあ攻略していたんですけど、まあそのエリカと違ってマナミはすごい優しくて、そのお母さん的な存在でね、僕を包んでくれるような優しさっていう、そのエリカとは違った優しさを持ってる子なんですけど、まあエリカはそのなんか自分勝手で、すごいその自分ってしてるけど、でも実はその中にも心の底にすごい優しい気持ちを持ってる子やのにね、っていうのをまあ前回やってたんですけど、まあまず何回もやってるけど、エリカじゃない、ごめん、何回もやってるけど、もうマナミと別れるのが嫌になんねん、ほんまにこのゲームすごいな、思うねんな、逆に。もうなんかそんな気持ちにさせてくれるこのゲームが、なんかね、もう嫌いで、もう前回もサムネに書いてたんですけど、もうやりたくないんです、僕は。もうやりたくないんですけど、なんかでもそれでもやきもちするみたいな、そのやらないとね、だからなんていうんやろ、ホラーなんか怖いけど見るみたいな、そんな感じですね。まあそんなごちゃごちゃしてなことはどうでもいいねんけど、まあまず今日はまた人格を消して、そっからまたストーリーの方を見ていきたいと思います。まあ、人格を消せるっていう保証はないんですけどね。たまに難しい問題が出てくるときあるから。はい、読んでいきます。マナミの愛情はどこまでも深い。まるで母のような優しさで全てを包み込む。許されるならいつまでも甘えていたい。けれど、彼女は美咲にとって遺失物だ。このままでいいわけがない。誰よりも大事な美咲を救うため、僕は決めた。心に迷いが生まれる前に、マナミに別れを告げること。マナミさん、今からひどいことを言う。憎んでくれて構わない。僕は美咲を助けたいんだ。だから。言い沈む僕にマナミは何も言わない。ただ静かに次の言葉を待っていた。だから消えてほしい。ともすれば涙声になりそうな僕を、マナミは包むように抱きしめる。うん、よく頑張ったね。それを言うの、辛かったんでしょ。もう、マナミさん、優しすぎる。こんなマナミさん、僕は大好きです。これもう無理です。消したくなりません。ごめんなさい。ああ、マナミさんを失うのは、辛い。いや、これで美咲を救えるんだ。そう、このゲームは、ビシッて決めないといけないゲームなんです。だから本当は甘いことを言っておきたい。誰にも嫌われたくない。そんな気持ちっていうのは人間誰しもある。でもこのゲームではそれを許してくれない。そんな残酷なゲームでもあり、それが美咲を救うための唯一の方法。残酷かもしれないけど、やっぱりどっか人間残酷にならないといけない時が来る。そんなことを表したようなゲームでもあります。急にどうしたみたいな思いましたよね。はい。ってことでね、残酷な方。いや、これで美咲を救えるんだ。これを選んでいきたいと思います。悲しいけどね、すごい。そうよ。君にその強い思いがあれば、どんな時でも美咲を支えていられるわ。マナミの両手が僕の頭を抱えるように優しく撫でる。ご飯、忙しくもちゃんと食べて。うん。無理しちゃダメよ。体が一番大事なんだから。僕はそれ以上返事ができない。溢れる涙をこらえるのに必死だった。耐えきれずこぼれる涙を、マナミの指がすくう。私のために、ありがとう。でもね、君の涙は美咲のためにあるんだから。もうやめてくれ。もうやめて、もう、マナミさん。だから泣かないで、というように、微笑んで。マナミは消えた。もう無理や。優しさの象徴だった彼女、美咲の中の母であり、そして僕にとっても彼女のいた証拠はもうどこにもない。けれど、あの笑顔とぬくもりの記憶は僕の中で今も生き続けている。もうちょっと待って、ほんまにちょっと無理やわ、俺。ちょっともうごめんなさい、もう無理ですよ、僕。できないです。ね、まなみさん、一番、なんか、その人格の中で、今までプレイしてきた中で、一番あったかい気持ちになったっていうのが、まなみさんなんですよね。
今までで。だからこんな気持ちになったんなれるんがまなみさんっていうのはありましたよね。なんかもう涙で何言ってるかわからんな、ちょっとごめんなさい。はい、じゃあ次、あやめさん、あやめですね。次に消すべき人格、あやめ。何をするかわからない気まぐれな人格、神や霊の存在を信じており不思議な言動を繰り返す。はい、そんな感じで、不思議な不思議ちゃんって感じのあやめなんですけど、そのあやめに関する、まあ、あやめが出てきたとこを見て、一緒に見ていきたいなって思います。第7章鏡。すごい、絶対無理だと思ってた。これプラチナチケットなんだよ。よく手に入ったね。運が良かったんだ。今朝見たテレビの占いでも今日の望みは全て叶うって言ってて。僕は慌てて口を閉ざす。今のはまずかったかもしれない。慌てて話題を変えようとした時だった。そうか、鏡っていうのがワードやってんな。占いは指針、運、幸運を引き寄せたのはあなたの強い意志ゆえのことよ。来ました。ああ、やっぱり出てきてしまった。この手の話の時には高確率で彼女と遭遇してしまう。あ、じゃあ占い話したからか。出てきたんが、彼女は美咲の人格の一人、あやめだ。美咲と交代したあやめは怪しげな微笑みを浮かべ僕を指す。強い意志は神の恩恵を引き寄せる。このチケットはあなたからの贈り物であると同時に神からの授かり物。ちょっと不思議ちゃんなのかな、ほんまに。あやめの話は不思議なものばかりで僕には理解しがたい。これも彼女が美咲から生み出した背景にある。以前精神病棟に入院していた美咲は鏡を覗くと複数の自分が見えるという症状を引き起こし混乱していた。その中で生み出された新たな人格があやめだ。彼女はこの状況に対処する術を持っていた。この異常を普通のことと受け止め、神が自分をこのように作り上げたのだと思い込むことにより錯乱を避けた。しかしこの事態を生み出すきっかけである鏡はあやめの心にトラウマとして刻まれてしまった。僕はこのトラウマを解消してあやめも美咲もあるべき姿に戻すと決めた。そしてこの願いは必ず叶うはず。強い意志は神の恩恵を引き寄せるとあやめ自身が言ったのだから。あー、なるほどね。はい、鏡があやめを生み出し、その自分の傷ついたその心っていうのを、傷ついた病気っていうのを、傷ついた病気によって傷つけられた心っていうのを癒すために、神、神仏に頼るようになったってこと、それで、あやめという人格生まれたってことですよね。うん、書いてるね、ここにも。精神病棟にあった鏡、覗き込むと複数の自分が見え、錯乱してしまった。このことによって、あやめが出てきたというわけですよね。で、次回は、このあやめを消して次の人格に移るとこまでをまたやっていきたいなって思います。はい、ってことでね、今日は、こんな感じで、動画閉じさせていただきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。それじゃあアディオス。